皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回も DMC4SE 遊んでいきましょう。でですね、バージル編、今回ミッション20でラスボスとなっております。ラスボスは前にも1回ね戦ったことがある強行との一騎打ち。このおじいちゃんの倒し方は前に戦った時と全く一緒。まずはこのおじいちゃんバリアを剥がしていく。で、弾かれても諦めずにアタックするとこれがね割れます。で、そろそろ復活するんじゃないかな。で、復活した瞬間にこのジャスト次元山を当てるとかなりいい感じに跳ね殺せるのかな。で、あの瞬間にはねこっちがダメージを食らうので注意です。どこ行った？お、復活したかと思ったんですが危なかった。昇竜拳、危ねえ。これで終わりかな。よしと。今回これノーダメージでしたね。さあいかがだったでしょうか、バージルゲーム。自分はですね、レジェンダリーダークナイトという難易度を遊んだのは今回初めてだったんですけども、これはね特にバージルが一番相性がいいんじゃないかなっていう風に感じた難易度でしたね。まあ次元山術をね出してしまえばとりあえず S ランクは取れるし、で出せなかったら死んじゃうよっていう、まあ分かりやすいね難易度でしたね。で逆にねこれはネロとかダンテだとちょっときつい難易度になってくるっていう風に思うんで、ぜひね皆さんもバージルでレジェンダリーダークナイトを遊んでみてください。でね、ちょっと残念だったのがね、次元山絶があまりにこう最適解になりすぎていて、で次元山絶を出しちゃうとプレイ時間がねもりもり減っていくっていうのはねちょっと残念でしたね。もうちょっとこう苦戦したいというか、次元山絶を出すけどももうちょっと長く遊んでいたいっていう面はねあったように思いました。でやっぱりねカプコンは本当にキャラ作りがうまいですね。このキャラクターが最強で、もうこのキャラクターしかほぼ使ってる人がいないっていうような状態を今回も特に作り出さなかったっていうのはすごいですよね。一長一短と言いますか、こうちゃんと長所があって短所もあるという作りになっている。このキャラ作りはねやっぱりカプコンならではっていう感じですよね。まあ、だからね本当にデビルメイクライ5がねぜひやりたいですね。結局ね今回もそのネロのお母さんが誰だったのかっていうところとか、あとバージルの息子っていうところがね明言はゲーム中でもされなかったんで、まあそこら辺がおそらく続編で明らかになっていくんじゃないかなっていうふうに思います。
せいぜい今はスパーダをあがめているがいい。だがいずれ貴様らは決断を迫られるだろう。かつての神か、それを超えた神の子か、果たしてどちらをあがめるべきかを。さあ結果はどうでしょう。 SSS で S ランクと、これはね嬉しいですね。おそらくねサンクトゥスとはバージョンが一番相性がいいんじゃないかな。ノーダメージを取るだけだったらバージョンは多分一番簡単ですね。でクリア後にはあのボーナスアートだったり、あとキャラクターイメージ、コスチュームと、さらに他の難易度がアンロックという感じになってます。はい、というわけでレジェンダリーダークナイトのバージルゲームでした。でストーリーの入ったネロダンテ編はまた別にね再生リストを一つ作って、でそこに全部アップしてますので、よかったらねそちらの方もチェックしていただけると嬉しいです。ではね、また何かしら別の動画でお会いできることを楽しみにしております。今回はこの辺で。ご視聴どうもありがとうございました。